じゃあ、もし仮に、アマーの戦色体、まあ今は、その、エヴァ X とアルマ X なんですけど、なんでエヴァ X が入ってるかで断言できるかといえば、エヴァ X がないと、こんなに、えっ、ー、と、強くもないし、まあ、女としてもね。あるいは、こんなに思い出せるわけがないねん。君たちの悪行。<laughs> エヴァ X の左脇腹部分の立場でも見せてもらったわけやんか。例えばね。 そのあのなんちゅうの総粒子をど,どこに配置するかっていう話でもあるしその卵子受精卵をどうやって自転子に連れていくかっていう話はね実はねそのレベルでそうなる。で結局そのエヴァ X のその左脇腹じゃない部分、まあ、まあ斜めに書いたこの YY の部分ね。 勝った場合じゃあもう、まあ、こっちが残るわけでしょということはこの左から脇腹がどっかに変えるとまあ、でこっちのアルマ X はうちが行き続ける限り去ることはないねんだからじゃあ男性になるわけねその場合はね XY のアルマ X とイブ Y からなる男性じゃあ左脇腹どこに行くんですかって本来の あのそ,のその部分はどのアルマエクスの左脇,のフィギュアー脇腹部分だったかなって話やからそこに去るのピュッとねまあそうなん飛び交いますかあたらまあ乾燥してなかったら変えれるんちゃうそんだけ短かったら変歴をするのかもしらんけどその責任になって思ったみんなもそうやからねただその時じゃあも男性に戻るとしてそれまでその女性っぽい体のアルマエクス X とエヴァ X であってその時男性であるえっ、ー、とアルマ X とイブ Y からなる男性これは生きるからね XY しか生きないから男性は逆になる,なると全部覚えてるかって言ったらそう言ったら今度急に思い出せんねいろんなことあ消えた消えられた <laughs> 何言やったかわからないでしょだからうち卵子が言ってるやん <laughs> その時々の遺伝子の能力 遺伝子の、もう、キー、キーとか、もう、どう言ったの遺伝子の能力によって、できることも全然ちゃうし、思い出せることも全然ちゃうん、ね、で。これが、卵子の特徴です。か、かつてね、例えな、誰かに、え、じゃあえっ、ー、と、遺伝子に細胞分裂させられるわけだから、卵子は。それで何か悪行を施したとしても、ま、あ自我罰により遺伝子がキューと抜かれるでしょ。じゃあ、卵子、 まだ未受精の頂点のうちが卵子となっても、またもう、もう、ぽ、ぽっと戻らなきえ、卵子あれ乱子に戻っちゃったって。だから卵子に罪はないやろ。遺伝子の悪いねんから,から。だから、そのかつてうちが、ひとしあった時の卵子かもしれん、それやったらな。誰か知らんけど、そのひとし、どのバージョンなんか全然知らんけど、いろんなバージョンのひとし知ってるから、どれにも付き合ってるじゃいろんなバージョンのあすかにも付き合ってるし。 あまわであることが少ないだけやん、案外な。だからまあ、うん、納得できたかな、みんな。<laughs> うちはこれで納得してるよ。な。ちゅうか、ここまで言えへんかったら、そのこ、これからの、この後の時代もな、無理やし、で、ここまで言えへんかったら、また字が抜かれて、また男子にポコンと戻されただけやん。でもう一遍女性として生まれて、うん っていうことからスタートだったから、あるいはもう、じゃあ今度もい、いっそ男性にしようかっていう話になるかね、受精卵だから、もともと男子も女子もやってんやけど、ここまで言えたら、じゃあまあ、そのコンビネーションで行きましょうかと、この後の時代も続きますよって、あるよって意味やね滅亡しませんよって意味るな、うちからヒューと抜かれてみんな、マトロシャが急になくなんねんから。っていう話や。